はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数 A の三角形の内心外心重心推進丸三をお送りします。で、このタイトル3本目となりまして、で今回ね、証明問題を2問やっていきます。なので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、確認してもらって、ちょっと厳しいと思う方は今からね、自分の方が解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番の方からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。証明っすね。なかなか手強いんですけど、で、まず1番は三角形、これね、 ABC があって各 A の二等分線と対辺 BC との交点が D です。まず状況としてはね。で、その時に AB 対 AC が BD 対 DC になること、まあ、成り立つことを証明しようと。で、実はですね、これどっかで見たことあると思うんですよ、この比。これどこかっていうと、まあ、この章の2本目の内分外分の丸2かな。そうだね。そこのポイントでやったように、一つの角度、内角の二等分線とぶつかったところは、屋根の比、AB 対 AC、屋根の比が BD 対 DC と一致するって、よく計算で使うよみたいな話をしたんですが、それの証明になります。で、今回2問ありますけど、1番のが難しいっていうかややこしいです。で、なぜかっていうと補助線が必要なんで、1番。そう。まあ、その時にやったね、やつの証明なので、あ、この証明出てきたら、あの補助線書けばいいんだと思ってもらえると非常にありがたいです。で、どこに補助線を引くかというと、ちょっと青にしようか、あ、いや、黒にしよう。この状態だったら C を通るように、この AD と平行な線を引きます。ちょっとずれたのは許して。平行だと思って、これ。こういう状態ね。で、BA を伸ばして、まあ、この交点を E とする感じ。この補助線が必要になります。で、証明なので、勝手にね、補助線書くとまずいから、その状況も書くと。で、この書き方に関しては、別にね、相手に伝われば構わないので、全然言葉違くても構わない、いいんだけど。じゃあ自分だったら、まず、で、今回、1番の板書がとにかく多いので、文字ちっちゃく書きます。見にくかったらね、パソコンで見てる方は全画面表示とかで見てください。で、点 C を通り、AD に平行な線。まあ、これが最初に書いた線だね。平行なやつ。と、BA の延長との交点を E とすると、まあ、勝手に E って使っちゃまずいんでね、まあ、こうしましたよって。 AD と平行で C を通るこの線と BA の延長ね、それの交点 E と置きましたと。で、先に方針を話します。これどう持っていきたいかっていうと、結局ね、こことここの角度が同じって言いたいんです。ゴールとしては、まあ、ゴール途中は途中なんだけど、そこを目指したい。で、そこを言うために何使うかっていうと、まず今平行な線を引いたので、ここの丸、ここね、こことここが同じになります。なぜなら同位角だから、あれは平行でね、同位角で。もう一個、こっち側三角にしとくね。こことこの×のところも同じになります。なぜなら錯覚だからね、平行で錯覚の Z できてるからね。で、もともとこことここは二等分線で同じなので、全部つなげるとこことここ同じになるんだよね。ここが同じ、ここが同じ、ここが同じ、ここが中と中をつなぐ感じになれば、結局×と×は同じになりますっていうところにまず持っていく。で、それを書きます、今から。で、順番はどれでもいいんだけど、今口で言った説明の、ままでいこうか。まずじゃあ、丸と丸だね。なので、同位角だね。同位角より、ここだね、この丸、角 BAD、イコール、あっち側の丸、角、AEC にしとこうか。AEC となる。で、次、三角いきます。錯覚っすね。なので、錯覚より、
こっち側の三角からいこうか。CAD 角 CAD イコール角あっち側の三角だから ACE で、まあ二等分線、まあ縦よりいいかな、もともとね与えられてるのでこことここ同じだから縦よりもともとの BAD と CAD 同じだもんね、イコール角 CAD が同じになると。でもちろんこれ1番2番3番って番号をつけて1、2、3よりでも構わないんですけど、まあ、この後までちょっと番号を使うので、まあ、ここはなしで俺は書いちゃいます。もちろんあってもいいんだけどね。でよって今言ったように3つをつなぐとこの×と×が同じになると。つまりよって各 AEC イコール各 ACE、 この×と×が同じになりましたと。でなんでここに持っていきたかったかっていうと、これね、この×と×が同じになることによってこの三角形、三角形 AEC です、そこ二等辺三角形になります。底角同じになってるからってことで ACEより何が言いたいか、本当はねあの角度がゴールじゃなくてこれが言いたかったんです。 AC 対 AE、 つまり二等辺三角形って言えたからここの長さ同じですよねっていう、そう、これを言うことができた。でこれまず1番で置いてしまおうか。よいしょ、ちょっと待ってね、これ下まだ入、あ、まだ入るね。で、こっからもう、次行きます。で、これ後で使いますね。で、どうしよっかな。下、詰め込ま、こっち行こうか。わかりやすいね。ちょっと話が変わるんですけど、こっから。で、次に、AD と EC は平行で自分で置いたので、AD と EC が平行より、今からちょっと先に書きますね。比を書きます。BA 対 AE イコール BD 対 DC、 これ2番で置くんですけど、これが成り立ちます。どこかっていうと BA 対 AE が BD 対 DC ですが成り立つ。でこれはですね中3の時にやってるんですけど、ちょっと書き直そうか。中学の時によくやってた図を書くと、こうやってね三角形があって平行な線があります。その時ここ対ここがここ対ここと一致するっていうのをやってるんで、それ使ってるだけ。それが横に片って倒れてるけど BA 対 AE が BD 対 DC になると。でそれを書いただけです。でなんで今これを持ってきたかっていうと、ごめんね、ちょっとすんごいインクできなくなっちゃった、ごめんごめん。今 AC と AE 同じってことを言いました。ってことはこの AE を AC に変えても OK じゃないですか。で AC に変えると、ちょっとこれ BA 逆にしますけど、 AB 対 AC が BD 対 DC と同じになるよね。それって言いたかったこれなんだ。だから終了なのこれで。いい、この2本柱ね。つまりこの2つを言えたので1,2より、これか結論だね、AB 対 AC イコール BD 対 DC でしたよと。これで終了となります。よいしょ、もうね蓋を落としてしまった。まあ、若干ね補助線が入る分難易度は若干上がりますけど、まあ有名な証明でもあるので、あそこ書き加えてこうやって攻めていくんだと覚えてもらえたら嬉しいです。では2番いきましょう。で次は平行四辺形ですね。で ABCD の平行四辺形があって、まず中点 BC の中点が M です。つまりこことここ同じになります、中点なんでね。で AM とごめん BD 対角線 BD の交点が P です。ここですね、 P ここができてると。でこの時に点 P、 あいつが三角形 ABC の重心であることを証明したいんです。重心ね。でこれの攻め方は超楽です、分かってしまえば。でその気づくためには重心ってどんな特徴があったかなっていうのをちょっと思い出してほしい。
で、一番重心で大事なことっていうのは、その重心書いた時に2対1、2対1になる。ここもね、2対1になるってとこが大事なんですけど、書き方としては全部中線を結んだ交点なんだよね。で、中線で何かっていうと、頂点から中点に向かった線なの。つまり、今この AM っていうのはもろに中点に向かって線を引いてるんで、中線になってる。で、今、こっちの線は書いてないからちょっと考えないですけど、もし、こっちの線が、こことここが同じって分かってれば、中点に向かって線を引いてるんで、中線になるじゃんか。中線と中線、3本調べる必要ないんで、2本でいいから。中線と中線だよってことが言えてしまえば、あ、じゃあ重心ですよねっていうことができる。書き方通りになってるから、ちゃんと。で、ってことは、ここ言えたらいいなって思うんですけど、ここって、平行四辺形の対角線の交点で絶対に中点になるから。だから、その一言を添えてしまえば、ほら、なってるでしょ？で、終了になります。あとは書くだけだね。なので、まずここがね、ちょっと欲しいんで、2番、どっか行こうかな。ここから行こうか。まあ、対角線の交点 O と置きますとかで行こうか。の交点を O とするとここ O って置きます真ん中はね。でもうあとはまあ縦よりまずこっちから行こうか。縦よりは BM と CM 同じなんで BM イコール CM と。でもう一個平行四辺形さっき言ったんだね。平行四辺形よりより AO イコール CO ここはね同じになってると。でこの2つを書いたのでよって AM これですね AM とこの BO BO は三角形 ABC のさっき言った中線ね中点に向かって引いた線ね中線で、あるから、ちょっと入るかな。あ、全然入るね。あるから、まあ、この言葉も伝わればいいです。一字一個同じじゃなきゃダメってわけじゃないからね。その交点 B は三角形 ABC の、これ右でもいいな。重心であると。まあ、ここで終わりじゃないんだけどね。まあ、こんな感じで締めてもらえればと思います。で、この2番なんで、入れたかっていうと、これね、結構大事なんです。この平行四辺形があって、こうやって対角線引いてあるでしょ。で、一箇所こうやって中線が引いてあるとき、これってここの三角形の重心になるっていう。で、ちなみに次回、丸4の動画まであるんですけど、そこで使います、この知識。なんでぜひ覚えておいてほしいんですけど。で、まあ、証明が出てきたら、もちろんこうやって、証明する必要が出てくるけど、例えば計算とか、次回計算で使うんですけど、の時は、あ、もうそれ重心になってんじゃんって気づけば、そこを倒せるんだよね。でも逆に言うと、そこが気づけないと、その問題解けなくなってしまうので、だから、まあ、証明の仕方とセットで、こういう図、ね、平行四辺形、対角線、で、一箇所中線が出てきたら、あ、こいつ重心になってるよ、そういえば。二対一使えんじゃん。みたいな感じで思ってもらえると、うん、この先便利かなと思います。では今回は高校数学数 A の三角形の内心外心重心推進丸三をお送りしました。今回もねここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で次回ね丸四まで続きますのでもしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。